はい、皆様こんにちは。ガバラトリー将軍です。本日はこれです。フローティングサファイアです。ザ・ザ・ダイヤモンドラインのフローティングサファイアです。これ見てわかりますかね。これちょっとこのキラキラっとしてるの、浮いてますでしょ。これフローティングしてるんです。まあ一般的にはこれテンションリングっていう言われてるタイプのもんで、こうギュッとこうダイヤモンドを押さえてるんですね。この鍛造したその、リングでギュッとこう押さえてるんです。まあ取れそうで取れないところがまあいいんですね。ちょっとミステリアスなんです。まあ、これはどんな感じかと言いますと、そのこういうシガーバンドリングのイメージで作らせていただいてます。この感じで、これをもうちょっと薄い目にスライスした感じ、これ薄い目にスライスした感じで、まあ、こう作らせてもらってます。シガーバンドリンガーもこういう太いのもありますんで、まあ、この石の大きさによってこの、リングの太さが決まるという感じです。まあいろいろ使えますんでね。別に例えばこの、G クラウンのとこだけ切り抜いてここに石挟むとか、まあ、これだともっとでっかい石だと、まあどこですか、この G クラウンの代わりに、石を挟むと、そういう使い方もできます。まあ、これなんかその典型といいますかね、これそのバングルの三角ワイヤーなんですけど、これそのこの三角ワイヤーでこの石を挟んでるんですね。まあでこのこれがまあ三角バングル、ブルドッグの三角バングルなんですけれども、そのこれよりまだ太いんですね。これはこのなんでかっていうと、ダイヤが大きいのでね、これこういうふうに太い10ミリワイヤーを使ってます。一般的な太さは、まあ、これがこのバングルの太さと同じ、三角ワイヤーリングですね。これもまあだから石の太さによって、まあこの三角の形が変わるわけです。もっとちっちゃい石挟む場合はこういう小さいそのフラットバーリングとかを使うかもしれませんが、まあちょっとこう曲がると弱いんで、このこういう薄いのはちょっと使わないと思うんですけど、やっぱりこれぐらいの分厚いのでないと、こう石をギュッと押さえてないといけないので、ちょっとこれだと弱いからダメだと思います。まあせめてこれぐらいの厚さから始まるオーダーですね。これでもちょっと薄いかもしれない、まあ、これぐらいは欲しいなという感じですね。まあ、本日はこんなとこで終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。失礼します。